よちつまのパーソナル TV ステーション。アンディカフミンのオンチーズ TV ショー。3月6日、1996年、水曜日、シベリア鉄道の旅が続きます。今回も、バイカル湖から、ウラル山脈の途中の景色を見ていただきましょう。大きなマンション、大きな街並みが、見えます。空が青いですね。冬の景色もいいけど、きっと夏も緑で美しい風景が待っているんだろうな。大きな通りに車が走っております。橋の上を列車が通過しております。だんだんと白く凍った川が見えてきます。この川も大きいです。真っ白に凍っています。橋の影が黒く映っております。夏の景色も見てみたいですね。川を渡りきりました。たくさん建物が建っております。街の雰囲気がなんだかいいような感じがします。働く女、作詞をつつま。仕事をする女の顔は厳しい。そんな顔でも愛せず男は大人の男。でも僕はまだ自由な微笑みのある愛を求めていたい。僕は子供だ。厳しい顔の女の心を器用に受け止められることはできない。今の僕の顔はまだ未完成なの。心のどこかではもっと頑張れと言っているけれど、生きる場所が狭い今の生活で、作詞落ち妻。生きる場所が狭い今の生活で、僕は反省する場所を探ししまっている。
ここでなら誰にも見られない、誰にも迷惑をかけることがない、ここまで来たなら仕方がないことばかりで気持ちいい、生きる場所が狭い今の生活で僕がやっと反省できる場所にたどり着いた。15時25分ごろ駅で2個40円のクレープを買った。甘くて美味しかった。他の日本人とも慣れてきて、あと2回寝ればモスクワに着くねと言い合った。そしてこの日が終わった。日本を離れて7日目が終わった。この夜にウラル山脈を越えヨーロッパに入っていく。ロシアもアジアとヨーロッパにまたがっている国なんだと実感した。美味しそうなクレープですね。手作りで素朴な感じがしました。ロシアのお金です。駅を列車が過ぎていきます。午後3時半ぐらいの時間帯です。だんだんと日差しも夕暮れに近づいていっております。貨車のシルエットになっていきます。真っ白なシベリアの風景でございます。今夜ウラール山脈を越えてロシアに入っていきます。ロシア、シベリア、西の果てのアジアでございます。クレープを包んでいた紙でございます。学校の問題集でしょうか、計算問題のような。いろいろ書いてあります。夜ある駅に着きました。この日の食事です。この日の余地妻のパーソナル TV ステーション、アンディカフミンのオンチーズ TV ショー。